ね、資金がね、潤沢なんでね。今年でだいたい20億なんですよ、賞金が。その PDC の賞金額が。で、来年もさらに、来年もさらになんか上がるっていう話ですよね。賞金大事ですね。大事です。で、ましてやそのリモートっていうか、もうこのコロナ禍においてそんだけの賞金出してるわけですから、まあ立派ですよね。さあ、2.8センチ。さあ、宮城選手、その内を捉えられるのか。宮城篤選手がファーストです。さあ、ベスト8の試合。大城あかり選手がね、快進撃を続けてます。この後大城あかり登場です。140。対戦相手は国木選手。これもいい試合になるだろうな。国木選手もね、めちゃめちゃうまいですよ。高くなりますもんね、宮城選手。宮城選手もね、パーフェクトがあるときは近場、近いところは出てるんですけどね、なんか出てほしいですよね。そのくらいうまい選手ですね。3投目が入ったんだ。うまいですよね、こう竹本選手、こう刺さってるフライトを使うのが。下につけてもうまく上から乗せていきますからね。さあ、もう1本。横ずれ。ここに刺さってもなんか上からうまく落とし込んでいくんですよね。うわー、ナイス、トントン。さあ、ブルーアレンジ、アウターしっかり入れて。さあ、171、上がり目が出てないので、60。
さあ116残りに対して53ですね。シングルダブル、うわアレンジしっかり、いやどうした。さあこれ竹本選手チャンスですね。さあこれ116、19から行くのかな、20か、上向いてるね。あ、20、16トップ、下手くそだな。だんだんうるさくなってきたな。竹本由伸。うるさくなってきたらちょっとうざいもんな、この男も。決まった。さあ宮城選手が先行のゲームをキープ。宮城選手も沖縄ですよね。名前が沖縄なんですよね。はい。多分。名前沖縄ですよね。多分宮城選手って。宮城県でもないですよね。さあ。ナイキ、いや分かんないですけど沖縄じゃないかなと思ってるだけで、今在住は宮崎県ですけどね。ですよね。もう沖縄っていうのはもうダーツの DNA が流れてるんですよ。あのパターン反応しきらんときありますよね。スタッキングしてみたいなときに。手首を柔らかく使って。スタッキング。さあここロースコア出ちゃいましたね。まあ、竹本選手のお店もそろそろだいぶね傷んできてるのでね、ボードが回してくださいね。ボード回してくださいってリクエストしてあげてくださいね。だいぶ傷んどす。カウントアップ予選ここでやったんでしたのでね、やっぱ相当傷んでますね。
まあ基本5、まあ20が痛むのはカウントアップだけじゃないですけどね、まあもう定期的に回さないと痛みますんで、だから1週間に1回、長くて1週間に1回ぐるぐる回してた方がいいと思いますけどね。まあほとんど、まあ多くは20使いますんでね。さあそして60。きた。ナイスアレンジ。乗ってきましたね。さあ宮城選手、ここしっかりと決めていかないといけないですね。さあきた。さあ、やった。おい、ここでハイトーンきた。72持ってきました。さあワンチャンス。ここしっかり決めないといけません。いやー、これはで、どんなに覗き込んでもフィドダーツ嘘つきませんからさ、72のに残り16か12かな、あ、12から行くんだ。もうさあ来ました。さあ乗りに乗ってる宮城敦選手、これは決めそうだ。うわー、外れたわ。惜しい。カモン。まだある。6ダブル。3ダブル。いやー、ここまでは待ってくれんぞ。さあ宮城選手、おっ、した。緊張の一瞬。うーっち、ナイストライ、ナイストライ。さあ竹本由伸、アレンジ挟むのか、それとも一気に行くのか。まあ嫌な数ですよね、狙いませんからね。3ダブル、慎重に。うー、どうする。ノースコアですね。さあさすがにここは決めてくるでしょう。宮城選手、竹本選手を破りベスト4進出。いやー、強かったですね。